ガチャ、サメさん、A 単語の授業がやってまいりました。本日の表現はこちら、シュラ。サメさん、意味はどうでしょう。低木ということでよろしかったかと思います。マメさん、一応例文は書いてみましたので、これも参考なさっていただけると OK です。サメさん、問題はシュラ、低木。まあ、覚えられるといいんですけども、なかなか覚えられませんという方、そのヒントになりそうなのはやっぱり皆さんスペルですよね。さあ、シュラブをよくご覧になっていただきますと、ある別の単語は隠れてますね。さあ、左側3つの文字を見て、何かイメージ湧きますか？しかも低木、低いというイメージでございます。そうです。わかりやすいのはショートじゃないからって感じがいたします。短い。そうです、皆さん。画面の右側、こんな感じですよね。右側の指し棒に比べると、左側のペンは短い。で、そのイメージが低木につながるかと思います。皆さん、もしくはシュリンクっていうところから皆さん派生させていただいても OK です。皆さん、SHR 入ってますよね。で、皆さん、シュリンク、自動詞として皆さん、意味覚えてますか？縮む、小さくなるという意味でしたね。ですから、縮こまっていく様子、小さくなっていくイメージ、そういったイメージを持っていただきますと、低木につなげやすいですね。で、せっかく皆さん、シュリンク、縮む、自動詞出てきましたので、皆さん、それの名詞、合わせて思い出していただきましょう。いけそうですか？そうです。shrinkage。名詞で縮小。ありましたね。ですから、short、shrink。この二つを暗記の助けにしていただけると OK です。そして皆さん、プラスアルファでございます。皆さん、低木。出てきましたので、ちょっとそれと似たような表現、使った表現、言ってみたいと思います。さあ皆さん、ブッシュ。思い出せますか？ありましたよね。もちろん、低木。もしくは、低木の茂み。で、皆さん、これを使ったあの有名な表現。皆さん、ザ・ブッシュの左側に単語2つ。なんとかかんとかザ・ブッシュ。思い出せますか？そうです。beat around the bush。ありましたね。じゃあ皆さん、意味は何でしたでしょうか？そうです。遠回しに言う。皆さん、イメージはこんな感じでございます。で、これは中心だと思ってくださいね。で、皆さん、中心のところに、そう、即座に行けばいいんですが、その周りをこう、うろうろしてるんですね。低木の茂みの周りを叩きながら、皆さん、なかなか中心に行かないと。そう、核心に触れない。というイメージから遠回しに言う。もしご存知なければこの辺りも押さえておいていただけると安心です。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。例えば画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸4番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。